北海道奥尻郡の一奥尻郡は、北海道檜山振興局の郡。人口2455人、面積142.97桂平方メートル、人口密度17.2人、桂平方メートル。以下の一町を含む、1879年に行政区画として発足して、以来、軍域は上記一町のまま変更されていない。 日本初期に記された、最明天皇6年3月に、安倍平夫が祝神の取り出を陥落させた、平米内弁島は、現在の奥尻島にあたると言われている。室町時代には、京徳3年8月28日に、正木半祖、武田信弘公が漂着。文明元年6月5日、若狭国の総随法が草案を混流。これは、 遠徳二年大館に移り、正木山方言寺となった。工事元年七月、上杉謙信の新歌と音を見守る市長が、従者三名と漂着。江戸時代、奥尻軍域は、和人地となる。正木藩によって、おこしり場所が開かれ、元那三年五月、正木山方言寺、第四世、薫流が、現在の青内地区に、空国大仙寺を建立。 漢文7年空国山大戦寺が、正木城下倉町に移転。安永年間には、薬師村の少なびこなの神社が創建されている。江戸時代後期の文化4年には、奥尻軍域は天領とされた。文政4年には、正木藩の元に戻されたものの、安政2年再び天領となり、津軽藩が警護を行った。 母親戦争終結直後の1869年8月15日、大法律領の国軍里政を踏襲して、奥尻軍が置かれた。北海道1.2級町村制止工事の奥尻軍の町村。ありがとうございます。